いやあ、せつなケース来だよ。酔い闇の影。これ最近さ、話題になっとるらしいけどさ、どうもさ、あの、ミステリー系のホラーゲームなんやけど、探索系のゲームなんやけど、主人公がさ、サラリーマンっていうね、だいたいこういうゲームで主人公が学生とか多いので、サラリーマンっていうところをついてきとるらしい。まあ、そんな、最近話題のゲームをやっていきたいと思います。ニューゲーム。 実際と、実際に見ないとわからない。見ようとしなければ始まらない。街路街霊。だな、この赤い、始まるって感じ。日暮らしの泣く頃に意識してるね、これ。絶対作者、日暮らしの泣く頃にはファンだろうね、これ。<laughs> ご丁寧に日暮らしの泣き声まで入れてさ。社長、早そ々うそう日が暮れます。ご存知の通り、会社は19時で閉鎖しますので、秘書かなで、これネトンが社長なんかな 社長で、ね、多分主人公やなこれ。主人公社長なん <laughs> え、俺、社長捜査してん。やったぜ。あと、あの、大変言いにくいのですが、最近、社員たちが子供の霊が出ると噂しています。社長にとって本日は大切な日だと思いますので、ごもうご帰宅されてはお、結婚記念日かなんかか 社長、結婚記念日なのか今日。では、まもなく19時ですので、私はこれで失礼いたします。師匠帰った。師匠帰ったよ。はよ帰ろうぜ。てか、7時帰れるとかいい会社やな、おいおいおい。俺さ、現実で言うたらさ、だいたい9時前後に帰れ、9時前後まで仕事しなあかんような状態やぞ、お前。 <laughs> もう本当さ仕事ある日は半日会社におるって言っても過言ではないぞお前いなしで帰れるとか寝てしまった今は19時月宮純うわーめっちゃかっこいいな顔だいたいさ俺の返金かもしれんけどさ純って名前の人ってさだいたいかっこいいよねこれ 松本潤とかさ、なんか潤ってつ名前の人はさ、結構かっこいい人が多いイメージがあるんだけど、俺の考え、思い少しかな。月宮潤。この会社、月宮コーポレーションは、父が創設した会社だ。秘書らしき人が、19時には閉鎖を言っていたが、急いで帰った方が良さそうだな。<laughs> お前が社長だろお前が社長なのに19時には閉鎖しなあかんっていうルール決めたお前ちゃん <laughs> 父が決めたんかな あと、秘書らしき人って <laughs>、お前、社長だろ <laughs>。自分の身の回りの世話とかしてくれる人の <laughs> 顔とか全然覚えてないんか、お前 <laughs>。秘書らしき人ね <laughs> 寝てしまったせいなのか、体が重く感じる。小さい子供の霊が出るなんて噂までもあるし、早く帰ろう。ちょっと噂のこと信じとるやないか <laughs>。こういう人って大体そういう噂信じないタイプの人が多いような相場があると思うんやけどな、そういうタイプだ結構受かると信じるタイプなのかな。 これは車内閉鎖時間について、19時以降、車内を完全閉鎖いたします、えっと。車内機器やエレベーターの誤作動が相次ぎ、調査するも故障箇所等は見受けられず、またドアの故障等も報告も多数受けるが、該当箇所に故障は,見,は見受けられませんでした。いずれの報告も19時以降に集中しており、従業員の安全確保を第一とした結果、19時以降の車内を完全閉鎖することになりました。 以上あっ社訓とかじゃないんじゃあ会社のルールとかで決めたんじゃなくてなんか機材の不具合で仕方なくこうすることになりましたみたいないいな俺の会社もこういう不具合起きてほしいわそうしたら19時でキーパーに帰れるのに俺いつも9時ぐらいに帰るんやけどさ21時に帰るんやけどさいいなずるいぞおいおいずるいぞこの会社資料 社内閉鎖についてをファイリングしました。いや、自分の会社のこと知らんかったってことだよ、この人。<laughs> 19時まで帰らないといけないみたいなこと知らんかったみたいに言いぶりしちゃったじゃないか、この人。<laughs> 自分の会社なのに、まあ。こんな感じでいろんな本があって、多分社長暇やけんこういう本読めようんだろうな。社長室でこういう本読めようんだろうな <laughs>、まあ。いろいろこんなもんがあってんの、の若いな、社長。 そりゃお父さんが作った会社やけんさ、御曹司として引き水道券だろうけどさ、若いな。二十代後半ぐらいでこれ。わ、いいな。七光りていいな。俺も七光あやかりたかったな。そうしたら、もう簡単に社長の座がとか手に入るのにな。努力とかせずに。いいな。いいな。それより出ていかなあかんのよな。役員袋は5階か。 結構デカめの会社なんやおお女子トイレ入そうだった。あ、でも入っちゃおう。ちょっとお前、<laughs> 俺に対して変な顔するのやめろ。ワークのプレイヤー女一人入ろうとしてるよ。ゲームだからって、みたいな感じの顔するんじゃないわ、お前。<laughs> 非常階段があるね。もしもっとんかな ?7 時に閉鎖って、不具合が7時以降っていうのがちょっと気になるけどさ。 し、き、き、ぴったしにさ、閉まるとは限らんのだよな。早く帰らないと。ボタンを押してエレ、エレベーターを呼ぼう。よっしゃあ、あ、ボタン押せってか。隣にあるこのボタン押せってか。わかりましたよ。はいはい、押しました。けどさ、7時以降に、おわ出てきた誰か女だしかも服装が、<laughs> 終えるというよりかは、 教師みたいな服装している <laughs>。えあれ退社時間は過ぎているのに。君も帰りそびたいだろあ、あ、あはい、そうです。わ、嘘だ。やべえ、これ、2月14日だったら絶対バレンタインデーでチョコを社長にあげようとしに来たみたいに感じになってる。でも2、2月14日とは限らないんだな、今日は。そっか、じゃあ帰ろう。 まだ入り口が開いていればいいけど。僕は月宮純。君はいや、社長だろお前社長だろ自己,紹介自己紹介せんでもさ、社員だったら社長の顔ぐらいわかるだろ自己紹介せんでもさ。<laughs> あ、はい、知ってます。社長ですよねみたいな感じで。思っとるだろこの女の人。<laughs> えく、黒穴舞。黒穴舞っていうんかなあ、これもさ、名前のさ、俺の、 俺が思う印象なんやけどさ、マイっていう名前の人って大体巨乳が多いよな。<laughs> 勝てな、勝てな俺の思い過ごしだったらかもしれんけどさ、マイっていう名前の人って大体巨乳ような。例えば、知らぬいマとかさ、黒 <laughs> 穴マイ、退社時間が過ぎているので車内に残っていた女性、僕の名前を聞いて声色が変わったか、それそうだろう。う 社長の名前ぐらい分かっとるわっていう反応じゃ、それ <laughs>。そんなこと名乗らなくても分かってますみたいな感じの反応だと思うよ、俺は。人物紹介、クロアナーマイをファイリングしました。社長やってさ、社員一人一人の名前とか覚えてないんやな、顔とか。結構でかい会社なんだろうな。あの、私のこと分かりますすまない、ここはあたりが。え、社員、え、社員じゃないこの人。 ふ、うん、いいですよ。かなり前のことだし、こうして会えただけで私は、さあさあ、帰りましょう。その言いぶり、社員じゃないのにこんな時間まで会社にいる。何者だお前。さては、他の会社のスパイかお前。おい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 、社長、こいつひっ取らえて情報を吐かせないといきませんよ。んいや、社長、おいおい、御曹司お前。二代目でさ、親父の後継いだからって甘いぞお前。 だからこういう <laughs>、何もよく分かってない人間が社長になるのはダメなんだお前 <laughs>。そういえば黒穴さん。この会社が19時閉鎖されるってのは知ってるよねもちろん知ってますよ。そんなことより、黒穴ではなくマイって呼んでください。私も巡査でお呼びすぎますので。なんだこの女。スパイのくせにやたら社長に、あ、そうか。社長の嫁になってさ、それでさ、いろいろ吐かせてさ、 <laughs> それで自分の会社に、ちょっといろんな情報をこっちに持ってこようとしてるな、お前。やべえ、こいつ、スパイの素質あるわ。あ、ああ、いちゃんっていいかな。社長そいつはスパイだちゃんづけで呼ぶぐらいに何々しくしちゃダメだ突き放せはい、ハート付ける気だやべえ、社長タたぶらかす日満々だ <laughs> おおなっ なんだ止まった来たかこの不具合とかいうやつが始まってしまったが。何事でしょうかああ、不具合とか言おうってやつやな、これ多分。ダメみたいだ。とりあえず、降りよう。不具合の理由がわからんけど。まさかスパイ、お前この不具合利用して自分逃げようとしとっただろ、お前 <laughs> 社長から情報を引き出して、その間にこの不具合を起こして、それで、おっがこう、うちに逃げようとしとったろ。お前逃げれてないぞ、お前。何を考えてるんだ、お前は。ここは3階。エレベーターが止まってしまったのか。とりあえず3階まで降り、おーっと映ってるぞ。誰だ、あいつは。スパイ、お前は知ってるのか。え今のは。え、どうした、お前。初めて見たような反応じゃないぞ、お前。 二回目三回目みたいな反応するんじゃないまた出たのねみたいな口の当て方するんじゃないジュンさん、この会社がなんで閉鎖され,てされるか知ってます日,日中は何も起こらないのに19時過ぎると不思議がとかが起こるんです。え、お前がここ下たんじゃないのスパイ。おい、スパイ。でも、厳格です。い,いえ、絶対そうです。やべえ。なんかオカルトマニアみたいな目つきし始めたけど大丈夫かなこのスパイ。 今のが車内で噂されてるっていう子供の例。しかし、なんだか。ジュンさんああ、すまない。エレベーターは使えそうにないし、今の,のも気になるけど、とりあえず非常階段が使えるか見ておこうか。非常階段ないや、でもさっきさ、あかんかった。5階のはあかんかったぞ。<laughs> いや、でも3階のは鍵閉まってなかったかもしれんしな。とりあえず、はい。 開かないなあまり気が進まないけど幽霊っぽいのが向かった方に行ってみるかじゅんさんと一緒なら何も怖くありません私的には出られなくなってもいいかもなんてやべえこのスパイやたら何にしくしてくるんですけどちょっと社長社長ここまで来たらなんか怪しく感じません絶対こっちの何秘密情報を狙ってますよこれ社長 うふう冗談ですよ。半分は。そうだろうな、情報を。こっちの会社の情報を取ろうとしてるからな、お前。それにしても、社長。こんな怪しい人間がそばにいていいのか、お前。え、こっちじゃないああ、こっちに通路があるんじゃなくて、この部屋に入っていいって感じかな今の幽霊。幽霊だと信じたくないけどな、おい。これ何な、なんだこれ。なんか文字が書いてますね。 何これえっ <laughs> 見つけないであみなったみにはみだびりみめっちゃ多いなおいおいおい <laughs> 絶対これートばして読んでくださいのパターンだろこれみとばして読むよ見つけないであなたは誰つけてこないであなたは誰なのちょっと怖がってるなこっちのこと怖がってるなこの子 見つけないで。どういうことだうーん、不気味で意味わからないですけど。ダメだ。開かない。このドア、鍵穴もないし、不思議ですね。それに見つけないだと書いてありますし。中に誰かいる声をかけてみるか。え <laughs> ヒントないでヒントないでそんな声をかけるってトゥ <laughs> ース <laughs> なぜかカスが <laughs>。なぜかカスカが出てくるだけで。トゥース <laughs> 何も送れないですね <laughs>。絶対この女何してんだろこの人みたいな感じの目で見てるなこれ。ドアの意味だってさ。 身を取ることしか分からんよな。あなたは、あなたは誰え、もしかしてそれをさ、言わな、月見じゃんって言いたいんかな。えー、っと、月見は純自己紹介しよう。<laughs> そりゃちょっとさ、そうやな、初めて会ったんやけど自己紹介は必要やな。うん。月見は、えー、っと、間違えた。じ、じじ。いや、ゅんって呼ばれとったんや、小さい頃は。 だから、じゅんじゅんって呼んでこれでもいいよ。月宮んだよ。月宮淳。お、消えた文字が消えちゃった <laughs> やったこれで当たったんじゃ。これでドアが開くだろうか。よっしゃー自己紹介してくれたら、相手の名前が分かっただけでも入れてくれたわ。やったぜ。うーん、誰もいないですね。いや、ちょっと、いないことを分かっとるような顔してるな、こいつ。いや、絶対共犯だ。 あの男の子、お前と同じグルーのスパイだなのか、お前。子供のスパイに使うのか、お前は。そうだな。ん ?2703! これは4桁の数字が書いてあるメモだ。2703。アイテム、ま、出てきたの。どっかにパスワード入れるとこあるんかななんだろ、この子。この、まいちゃんさ。 なんか表情がさ、いないですねーって、いないで、え、なんでいないのみたいなるところなのにさ、すごい笑顔でいないですねーって、なんか知っとったみたい、いないことが分かっとったみたいな顔しとったし、なんか怪しいぞ、お前。だいたい会社の人間じゃなさそうやもんな。舞ちゃん、大丈夫かえ、ええー、ごめんなさい。ちょっと考え事してて。全然元気ですよ。大丈夫です。 そうだ、舞ちゃんはなんでこんな時間まで会社にいたんだ帰りそびれたみたいだけど、少し気になって。あるものを探してて。あるものいや、絶対これ、うちの会社の秘密情報だろ、お前。あるものって、お前。<laughs> 家とかいろんな場所を探してみたんですが、見つからなくって。だからもしかしたら会社かなって思ったんですよ。そりゃそうだよ。家に会社の秘密情報を持ち帰る社長がどこにいるんだ、お前。<laughs> 騙されんぞ。お揃いなんて、許せません。私とだけの、なんだから。舞ちゃんあ、ごめんなさい。いや、とりあえず、この回のオフィスに行ってみようか。 この4桁の数字はロックナンバーじゃないかなって、だろうな。はい、ついていきます。こいつ、俺に対して恋を持ちつきじゃないだろうか。えジュンさん、待ってください。えどうしてどうして開かないのえ閉めたわけじゃない。閉めてないよね、絶対これ。絶対閉めてない。えいちゃん。開かない。 入るときもおかしかったけどなんなんだこのドアマイちゃん聞こえるか物音すら聞こえない一体どうなっているんだザッピングザッピングできるのかおいおいおいへえザッピングって言葉の意味よく知らんえピッキングと何が違うんだ <laughs> <laughs> ごめんな、俺。結構頭悪いんだ <laughs>。ザッピングダメか。何がダメだったんだろう。ごめん、俺ザッピングの意味ってよく知らん <laughs>。ザッピングウィキペディアで調べとくわ、次のパートマでに <laughs>。えーっとね。開かないか。とりあえずなんか、とりあえずスパイとちょっと分かれることができたな。 <laughs> スパイと、スパイと一緒におったらさ、いつ秘密情報を口から出してしまうかわからんからな。えーとなあ、あ、何座ってんだお前は。<laughs> 突然座るな、休憩するな、一匹するなお前。<laughs> はあ、<laughs> まあいいや。えーとなあ、こっから出れんのわけだろあ、ダッシュできるんじゃん、このゲーム。<laughs> 今知ったわ、ダッシュできるんじゃん、このゲーム。<laughs> で、こう、アイテムとかファイルとか見えて、ストーリーって何ああ、これまではちょっと、ま、あらすじみたいなんが出とんじゃんこれ。ザッピング。えああ、ザッピングでそういう感じなん。んえ別行動できるんだよ、これ。ああ、じゃあ、べ、え別々のことを、別の場所で別々のことをして、いろいろ謎解きを解くみたいな。あ、そういう感じのゲームなんじゃ。へえ。 飲みも飲みかけのコーヒー片付けもしないで帰るなんてだらしないこの飲みかけが潤さんのだったらよかったのに <laughs> おい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 お丸出しになってきてるよお前潤さんがお前にとっての何なんだよお前 <laughs> ええー、なこれあおかしたこのスナック確か潤さんの好物で痩せたお前話すことがいちいちじゅんさん基準になってるぞお前 <laughs> もうなんかさ、会話のさ、文字が出た,ら出た瞬間、絶対、じゅんさんって言葉出てるよね。おいおい <laughs> あ、出てこんかった。今回は出てこんかったわ。じゅんさん関係のものがなかったらしいわ。<laughs> なんかないかな重要なもん。重要なもん。もう <laughs>、会社の人間じゃないもんがさ、会社の隅々まで調べるあたり、もう完全にスパイだよ、もう。 ああ,ああ、怒られる気やめるんだ <laughs>。そうか。中な,ないかなとりあえず部屋から出なあかんのやけど、あこの空がどうにもかできんでさ、じゅんさんが外から開けるような形になるかもしれんしな。まあ。ないんかなおなんかありそうな段ボールやけど名もないわ <laughs>。 残念だった。残念だったなー。くそあ。外から開けるパターンかな。なんもないってことは。なんもないな。ドア自体もと叩いてもこんな感じ鍵ない。怪しい、まあ。とにかく、1してで、ね、戻すしかないわ。とりあえず、この回探索終わったら、次もうちょっと終わろうかな。ダメ。お 中から微妙に音がするだと開かないあーな、このな、いつか開くんだろうなこれ霊的な力でしまっおー来たえ、ちょっと待っておい、来たやん2704だったっけちょっと一応確認するけ2703じゃん <laughs> 4じゃないわえーと2703入れ入れあー待っごめんごめん,ごめんちょっと <laughs> 慌てすぎ慌てすぎ よっしゃ、2703。ええー、と、2703。よっしゃ、開いたー鍵が開いたようだ。あ、よっしゃ、とりあえず、今回この辺でセーブしとくわ。<laughs> よっしゃ、ここ入るわ、次のパートで行くわ。よっしゃ、なんかな、英体も知れ女がスパイとして来たけどさ、まあ、男の子がどっか消えていったけどさ、<laughs> よっしゃ何にせよ次のパートあたりでさ、ちょっと真実知りたいな、早いか。<laughs> パート8ぐらいでわかる辺りの真実をパート2で知りたくなってきたわ。<laughs> まあ何にせよ会社が出なさいっていう、そういうゲームらしい。うん、さあ、どんな感じに展開されていくのか今後が楽しみです。というわけで、この皆さんご視聴ありがとうございました。次のパートもよろしくお願いします。仕上げ。 この黒穴舞っていう登場人物主人公は全然怪しがってないけどさすっごい怪しい匂いプンプンするんよな主人公のことよく知っとるしこの会社の人間じゃないみたいやし何よりおっぱいでかいし